矯正治療に実際歯を抜くのかどうか、透明なマウスピースを使って顎の大きさがどれぐらい違いがあるのか。福岡の自由診療専門村塚クリニック院長の大地です。今回はですね、歯並びを気にされている方が興味があるであろう矯正治療に関してなんですけれども、実際歯を抜くのかどうかっていうところで怖いと思われている方も多くいるのではないでしょうか。今回はですね、歯を抜くのかどうかという基準について、簡単にご説明いたしましたので、ぜひ参考にされてください。ではどうぞ。矯正治療というと一般的にワイヤーを使った矯正なんかをですね、意識されるのではないでしょうか。もちろん従来からありまして、今でも多くの方がされている一般的な矯正になります。最近ではワイヤーを使った矯正だけではなくて、このような形で行われる矯正もございます。上の部分はちょっと関係ないんですが、下の部分はこれは現在矯正中になります。見えますでしょうか。このような透明なマウスピースを使って矯正治療を行うことができます。このような透明なマウスピースを使って矯正が行うことができるようになってまいりました。以前よりも安心して人の目を気にすることなく矯正治療を行うことができるようになってきております。実際に矯正をされたい方が思われている歯を抜くのか抜かないのかというですね、お悩みについてお答えしていきたいと思います。このように歯が並んでおります。こう並んで歯の歯並びの長さと、それを実際に支えている顎の大きさ、この部分のバランスが取れてるか取れてないかが抜歯をするかどうかの判断基準になってきます。このようにですね、歯を並べました。この時のこの歯の長さが歯の全体の大きさになります。それに対して並べるべき顎の大きさがどれぐらい違いがあるのか、歯の長さですね、この歯の全体の長さの合計に対して顎の大きさがどれぐらいなのかっていうのが歯を抜くかどうかの基準になってきます。ほぼ同じ大きさであれば問題はありません。このように顎の歯の長さに対して顎が小さく溢れてしまうような場合、この時は歯が長すぎるということになります。そういった時は結果的に歯の長さが顎の大きさに合うように歯を抜くことになります。一般的には4番目の歯を抜いて、このように元の長さよりも少し短くしてあげます。これによって顎の少ないスペースでも収まるようになってきます。はい、いかがだったでしょうか。矯正の際にですね、歯を抜くのか抜かないのかという基準はご理解いただけましたでしょうか。実際のところはですね、受診していただいてレントゲンやですね、顎の状態や歯の状態というものをきちんと見た上で決めていきますので、単純に歯を抜くかどうかと決めるわけではありませんけれども、皆様の一つの参考になっていただければ幸いでございます。これからもですね、歯科治療に関わる情報を発信していきたいと思います。こんな情報が聞いてみたいなどありましたら、ぜひコメント欄で教えていただければと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。で、まあ、このように、まあ、ほぼ歯の長さが並べていくと。このように